山が。あ、あれだ。見て、ミッキーマウス。ミッキーマウス。アイヒルトン東京ベイです。かわいいですね。舞浜駅行きです。あれホテルだろこれじゃん。ね、部屋の中を見てみましょう。こんな吹き抜けです。わ、中入ってみます。おお、わ、トイレです。シャワーです。いいのね。で、ここには荷物を置くスペース。で、こちらが部屋でーす。わー、なんか綺麗だね。で、ん？清潔感があっていい。うん。感じで、なんかウェルカムのお菓子、これすごいね、お菓子ついてるよ。ね、あーいいね。これはエキストラベッドです。ちょっと外を見てみましょう。じゃーん。わあ。なんか工事してるけど一応ディズニーのパーク側が見えるような部屋です。いいね。海側でもよかったけどね。この中なんかは冷蔵庫だ。うーん、まあ、何も入ってないけど、はい、この横を開けてみると、こんな感じになってます。これはアイロンかな。はい、金庫もあります。スリッパとこんな感じです。ヒルトンの2階に来ました。吹き抜けになってて下が見えます。こちらが窓です。遠くにゲートブリッジも見えます。で、こっちに来るとなんと東京の夜景が見えます。葛西臨海公園の観覧車。わあ、いいね。
ストですから。ベストの名前が書いてある。ちょっとベストなんで。キッズスペースで。まあなんかいいね、明るくて、うん、かわいい、いちごのラウンジ、うん、いちごだね、寝てないのか寝てないのか、うん、なんかいいね、うわぁ綺麗、札幌の方が違う感じ、うん、わー、ヒルトングランドバケーションです。まだやってないの？じゃーん、これがヒルトンのワイキキにあるなんだっけなんだっけなんとかですハワイアンビレッジ、そうそうそう、ハワイアンビレッジ、これがレインボータワーで、ラグーンタワーで、ワイキキアンで、なんだっけ、一番新しい、全然出てこない、あ、そうそう、アイランダー、あ、これ借りやすいやつ、これ借りやすいやつで、これがなんだっけ全然出てこない、これがちょっと古いやつね、はーい、これはなんかショーをやってる、ヒルトングランドバケーションズでーす。フレッシュコネクション。まあお店はやってないんですけど、感じでアイスクリームとか飲み物とかカップ麺もこんな感じで置いてたりとかスナックとかもあります。ここは両替の機械で駐車器を通します。ここは今やってないけどラウンジです。関係者専用昨日閉店でした。わー、閉まっちゃいましたね。
ローソンは今ちょっと回収中です。サップの中はこれで、特にこういうお店もあるけど、全然やってないですね。ここは喫煙所で、ここから出ると外になります。あ、気持ちいい。ここに奥に見えるのが東京の都心です。ここに東京ゲートブリッジも見えます。舞浜行きのバスが出てきました。ここがエントランスになってます。こんな感じです。行ってみましょう。わあ、ここは披露宴の式場とかがあるとこかな。なんか広々としてていいね。ああ、綺麗。かわいいですね。すごい、東京の都心とゲートブリッジが見えます。日本庭園も見えますね。いい感じだね。わあ、まあ、吹き抜けになってます。すごいエレベーター。わあ、披露宴の会場かな。わあ、すごい。めっちゃ綺麗。いいですね。今日あるのかな。はい、いいわ。
いいね。こんな感じになってます。ここ今2階です。こんな感じで、すごい。こういう感じで、やらないと押せないです。ああ。はい、10階に到着です。エレベーターです。こんな感じですね。抜けから下が見えます。そうですね、はい、ちょっとルームキーを開けてみます。こんな感じで開きます。ロビーからこっち来るとプライマルーチェ、プリマルーチェ、はい、何でしょう、これ教会かな、あの教会っていうか、チャペルかな、チャペルかな。あー、すごいハワイの木みたいね。いいね。あ、これ室内じゃん。ね。あ、大丈夫ですか？すいません。ちょっと見させてください。フィットネスと奥に舞浜クリニック、この感じで宿泊者はプールとジムとお風呂が無料で使えます。